みやきチャンネルかっこかりワンポイント解説。今回のワンポイント解説お楽しみいただけたんでしたらいいねを、またチャンネル登録もよろしくお願いします。新型ウイルスが始まって2年が超えました。その間定期的に話題に挙げられるのが実効再生産数です。傾向を見ることはできますが、しかし我が国で今発表されている実効再生産数、ここについての疑問があるというワンポイント解説。実効再生産数の導き方については、歴上とか出ますんで、ちょっとここでは割愛しておきます。ただざっくりと言うのであれば、直近1週間とその前の1週間、ここの傾向を確認するための計算式があるんです。そしてこの計算式において平均世代時間というのが出てきます。東洋経済オンラインさんのサイトにある計算式では、これが5日間となっています。この平均世代時間というのは、いわゆる感染力に接続します。そして令和4年2月2日厚生労働省のアドバイザリーボードに提出された東京都の実効再生産数は 1.28 となっていました。ほぼ同じ時期の東洋経済オンラインさんのサイトにあった東京都の実効再生産数は 1.3、 いわば近似値でした。そこから推定できるのは、この平均世代時間というのが東洋経済オンラインさんの数式にある5日間だと見ることができるということです。しかしオミクロン株の感染力が高まっていること、これは各所で報告されています。そして同じく厚生労働省のアドバイザリーボードにあった資料では、これは1月中旬のデータとなりますが、イギリスでオミクロン株を見たときに、この平均世代時間は 2.1 日と報告されております。5日間と2日では大きな違いが現れます。この平均世代時間とは、住宅ローンに例えると変動金利のような話です。金利が変わればローンの支払い総額は大きく変わります。これはあくまで例え話ですが、住宅ローンの変動金利が 5% の時と 2.1% の時、最終的な支払い総額はとんでもない違いになってしまいます。念のため重ねて申しておきますが、実効再生産数は傾向を見るには役立つと私も考えます。ただし、いわば住宅ローンにおける変動金利における金利が変わっているにもかかわらず、2年前に簡易版として提示された東洋経済オンラインさんの特設サイトの平均世代時間と同じような答えが提出されている、そんな数字をもとに厚生労働省アドバイザリーボードは議論をしているのか、そうした疑問をうっかりと抱いてしまうという実効再生産数におけるワンポイント解説でした。ワンポイント解説につきワンコのコーナーはありません。次回のワンポイント解説、またレギュラー放送突然始まるという、ライブ版などなどでお目にかかれればと思います。バイバイ。